小田原の色があふれ出す。カラフル。多くの人が活躍する街、小田原。この番組ではそれぞれの色を放ちながら輝く人にスポットを当ててご紹介します。今回は市内でゲストハウスを運営している内田雄介さんをご紹介します。内田さんが運営しているピピーレコーズインは小田原駅東口から徒歩3分ほどの場所にあります。昭和テイストの残るエリアにある築65年の古民家をリフォームした建物です。5棟10部屋からなる古民家や空き家を利用した全部屋個室のゲストハウスです。まあ、以前バスの運転手やっていて、でそれで結構毎年毎年こう外国人のお客さんが増えていったんですよね。でもいつも箱根にこう行くまで満タンに乗ってて、あ、すげえ毎日大変だったんですよね。でそれで、あ、これこの後も外国人の人増えるし、まあ、そのうち10人でも自分がもし商売やってお客さんになったら食べていけんじゃないかなって思って、でちょっと興味を持ったっていうのもあって、でバスの仕事をやりながら副業でそれをやってたんですよね。でそれがすごい楽しくて、でやることが結構変わらなかったんですね、その副業でやってたゲストハウスが。あ、これ結構自分に合ってるかもなっていうふうに思って、副業からこうよしっつって乗り換えて始めたっていう経緯が、まあ、ありますね。はい。ピピーレコーズインにはレコードを持参すると宿泊料が割引になる一風変わったシステムがあります。まあ、要はレコード屋さんってただレコードとか CD 売ってるわけじゃなくて、まあ、そのレコード屋さんって結構海外にこう買い付けに行くみたいな話もあったので、それなら散々海外の人来てるじゃんと思って、その人たちに1枚ずつでも持ってくればいろんなレコードとか集まるなと思って、宿泊の時に、CD とかレコード持ってきたら500円キャッシュバックしますよっていうのを始めて、いろんな世界中から CD とかレコードが今この小田原に集まっているっていう感じです。いや、もうこれをバンドを聞いて救われたんだみたいな人もいれば、いろんなエピソードがあるんだけど、なんか要は来てからそのシステムを知って、こんな面白いことやってるんだ、なんだ持ってくればよかったって人がすごい多くて、本当に本国戻ってから送ってくれた人とかいて、それ何のうちはキャッシュバックしてるの何も意味ないじゃんっていう感じなんだけど、なんかそのぐらいそれに面白がって来てくれる人もいるので、なんかやってよかったなと思ってます。この日はピピーレコーズインが主催するイベントの日。地元の無農薬野菜の販売やヨガ、アロマワークショップなど内容は盛りだくさんです。体にいいことを集めたっていう感じのテーマで、まあ、コロナ禍なので、まあ、もう免疫力上げようみたいな感じでいろいろアロマのワークショップだったりとか、筋膜リリースとかマインドフルネスとか、そういうの、あとは無農薬の野菜とかを並べたイベントですね。イベントやっぱりこうゲストハウスって普段やっぱ地元の人ってなかなか来れないので、その中でちょっとゲストハウスにちょっと気軽に行ってみようとか、どんな風な中なんだろうっていうのを思って、イベントっていうのはちょくちょく開催とかはしていますね。ロールしてくるよ。インドの真裏。ゲストハウスを通して地域のつなぎ役としても大きな力になっている内田さん。そんな内田さんをきっかけに小田原市に移住を決めた人もいます。小田原の、まあ、人つながり全くなくて、その全然縁もゆかりもないところだったので、その最初の街歩きもそうだし、引っ越してきてからもそうなんですけど、結構いろんな方とつないでいただいたりとか、あとは、まあ、こういうバーとかもそうですし、なんかそういういろんな機会に呼んでいただくことで、まあ、その街の方との接点を増やしていただいたのが一番助かったというか、で、まあ、内田さんのおかげで結構この前引っ越してきた方ねみたいな感じで、ちょっといろんな方に聞いてますみたいな感じで言っていただけるような感じに、まあ、早くもなってきたので、なんかそういう意味ではこう溶け込むための、うん、なんか人とか場所とかと接点を出してくれるっていうところはめっちゃ助かったなと思います。内田さんの印象は一回会ったことあるような感覚があって、
なんかそんなに新しくあったっていうような感覚がなかったので、初めてお会いしてすっと溶け込んでくるというか、すごく話しやすかったですね。すごく等身大でいらっしゃるというか、かなりいろいろ挑戦をされていて、いろんな方ともお知り合いだと思うんですけれども、多分10個ぐらい私違う年の差があるんですけど、なんかこう話しやすいなっていう感覚もありますし、本当に町のお兄ちゃんだなっていうのがあって、なんかその自然体でものすごくいらっしゃるっていうところに凄みを感じます。いつも自然体で誰からも親しまれている内田さん、その姿を近くで見ているスタッフにはどのように映っているのでしょうか。でも本当にすごくないのが逆にすごさかなとかって思ったりして、そういう話しかけやすさっていうのも、その特に俺はこういうことやってるとかって見せびらかしてるわけじゃなくて、本当は自分のやりたいことをやってるだけで、なんかその誰かに誇示をする自分はすごいぞって言ってるわけじゃない部分が逆にこう話しかけやすくなって、何かこう新しいことが生まれる、結果的にすごいことが起こってるだけで、だからすごくないところが裏返しにすごいのかなとかって思いました。小田原の街でゲストハウスという形で小田原の街づくりを担うヒピーレコーズインには、さまざまな人が宿泊に訪れます。その中に全国各地で運営する家に定額で住めるサービスを提供する株式会社アドレスのサベット代表取締役社長の姿もありました。昨日ちょっと小田原でイベントがあって、それに参加したっていうのと、今その小田原市内では3カ所、その僕らのサービスを提供していただいているパートナーがありまして、ここの物件もまさに一緒にご一緒させていただいているので、昨日ここに滞在させてもらったっていうのもあります。結構本音ベースで言いますと、ここ大好きですごいゆっくりできるっていうのと、小田原、3軒あるんですけど、アクセスも一番よくって、プライベートな空間も非常にリラックスできる環境にもあるので、街中にいてしかもゆっくりできるっていう、しかも小田原らしさが感じられる場所なので、非常に好きな場所です。そうですね、もちろん仕事上の付き合いっていうのはあるんですけど、もともとその僕らのサービスを使っている方々に対して、小田原 の飲み歩きツアーみたいなことを結構やっていただいたりだとか、その会員コミュニティのサイトがあるんですけど、そこで発信をしていただいていたので、すごいアクティブな方だなっていうそのイメージは持っていて、で実際に会ってお話しした時も、もう完全にお互い飲みながらだったんですけどすごい明るくて、小田原がやっぱり好きなんだなっていうのを印象としては持ってますね。地域の人や移住する人、そして仕事仲間など多くの人に親しまれている内田さん、あなたにとって内田さんのカラーとは。僕的には赤色、いつも赤のニューバランスの靴を履いてるっていうのが印象としてあって、なんか小田原の何ですかね、街の雰囲気とかは緑とか青とか、なんかそういうイメージがあるんですけど、こうなんかその中で燃えてる印象みたいなのが自分の中ではありますね。オレンジとかですかね比較的なんか赤系の色かなと思っていて、やっぱり明るいっていう印象が最初もそうですし今も思いますね。こう一言二言で人を明るくするなんかそういう力を持ってる方だなっていうのを思うので、なんかオレンジのなんかこうパッと明るいような色かなっていうのを思います。内田さんはホワイトブルーだなと思って、内田さんの色を押し付けてくるんじゃなくて、周りの色を引き立てるような色だなと思って、ホワイトブルーっていう色がいいかなって思いました。すごい輝いてる黒って感じですね。やっぱり音楽が大好きっていうところもあります。すごいロックな生き方をされている印象が強くて、でもなんか暗いそのダークな黒っていうよりは、さっきのその明るいというかポジティブというか、発信してくれたりとかコミュニケーションしっかりとってくれたり、あとその小田原の好きな愛情みたいなのも伝わってくるので、なんとなくその輝いてる黒っていう印象が。虹色が一番俺はなんか的確だな。でもその色を選んでいけるっていうのがやっぱ小田原のすごいいいところなんだよなっていうのはすごい思う。